ですね。この呪いは浄化できません。そうか、水の精霊自身がやっても無駄だったのじゃから難しいじゃろうな。すいません、昨日の今日で頼りにしてくださったのに。こればかりは仕方のうことじゃ、誰も悪うない。とりあえず私が触れていれば継続的に肺と喉に詰まっている水を全て取り続けることは可能ですが。うむ、わかっておる、わかっておるのじゃ。月下さんの体内に入ること、それは契約を結び主に尽くすことを意味する、でしたよね。はい、私は救われた身、しかもこの方は創生神、問題はないのですが。ですが。うむ。わらわだけの月下の中に他の子が入るのが辛いのじゃ。わらわだけの空間、わらわと月下だけの時間を取られるのは苦しいのじゃ。わかっておる、そんなこと言ってる場合じゃないということは。じゃが、わらわにとって月下は大事で大事で。愛されてるのねー。嫉妬しちゃうほど好きなんですねー。じゃが月下が死ぬのはもっと嫌なのじゃ。そうですね、ここは関さんに判断を委ねます。わかったのじゃ、水の精霊、月下の中に入るのじゃ。いいんですか？月下の方が大事じゃ、それに一人でも多くいれば月下は寂しゅうない。なら私が月下様の中に入って呪いの影響を緩和しますね。頼むのじゃ、わらわはその間少し席を外す。何か策があるんですか？うむ、実は月下に従いたいと言った者があと4名ほどいるのじゃ。4名、その方はどんな方なのですか？一人は九尾と羽衣狐と玉物混合種、九尾羽衣狐の玉も琥珀。一人は日本で神と祀られたものの末裔、白土神、稲葉狂月。一人は世界でも最も有名な海の幻の獣、幻獣神、リア、リバヤさん。一人は冥界の神の末裔、冥界神、プルート、アヌビス。この約1年でいた月下の成果なのじゃ。今まではわらわが問題ないと言って拒んでおったのじゃが。もうそう言ってはおれまい。今からわらわが責任を持ってその4人を連れてくるのじゃ。一人一人はわらわと同じで大した実力はないのじゃが、月下が扱うことで月下が何十倍以上の力を得る。月下のもともとあった才能、共鳴支配、がそれを可能にするのじゃ。そうなんですか、なら関さんはそっちをお願いします。お主、名はなんと。ネロ、ウンディーネです。ネロ、わらわが不在の間よろしく頼むぞ。はい、命に代えても。引きなす引き、シーフォー。では私は月下様の中に入って応急措置に入ります。精霊様、よろしくお願いします。私は知り合いの地球防衛軍の方に連絡します。悪神教が絡んでいるなら地球防衛軍に来ていただいた方がいいと思いますので、そちらのことはお任せします。私もこちらの世界に顔を出したのは初めてなので。はい、では失礼しますね。月下様失礼します。遅い、遅すぎる。あんな弱き精霊相手に一体何時間時間をかけているのだ。24柱市長。41柱市長、シャル、ホルモン市長。少し邪魔が入っちま。ターが、俺っちがちゃーんと、持ってきてや、ターぜ。ご不便をおかけした。ち相変わらず変な喋り方しやがって。ほれ、これだろ。感謝します。あれ、僕が2番手か、なんだ1番地位が低いのに僕すごい。第58柱市長カーラム、ハヌマーン市長。これでしょ、僕は地位が低い底辺なのに上よりできるなんてねー。偉いぞ、だが地位が低いと意見言えないんだぞ。大丈夫、下は腐るほどいるんだよ。相手に発言力があっても、多数決で勝てるし、数の暴力が一番強いんだよ。下は努力しなくても上と同じ権利がもらえる。下は上に何にもできないくせに偉そうに物を語れる。努力なんて無意味じゃない？相変わらずよく喋るガキだ。持論だけで多くの弱者を信者にさせた魔性の少年、恐ろしいものだな。すまない、これを渡しておく。私は用事があるのだが、これで終わりでよいかね。随分慌てているな。第34柱市長ベルシ、ガーディン市長。新たな私の所有地を見つけたのでな、早くそこに行きたいのだ。所有地、それって僕にも貸してくれるの？ふざけてるところすぞガキ、私の私有地だ。土足で踏み込んだりしたら同じ市長でも容赦はせんぞ。ふざけてるのはあんただよベルシ、僕は下だぞ。上のあんたが下に無償で提供するのは義務じゃないか。上のものは下のもの、下のものは下のもの、上で独占なんて許さないよ。私のものがお前のものであるはずがないだろうバカが。喧嘩はよしてくれ、悪指令はハーリッジが鍵を持ってきたら完了だ。それまでは待機してくれ。なんだ、あと一人はハーリッジかよ。あの猿野郎で大丈夫かって話。僕よりできないなんて上として生きてて恥ずかしくないのかな。遅いぞ、ハーリッジ市長、早く鍵を渡せ。上なんだからしっかりしてよ。まあまあ、せかすなよ疲れてんだ。少しは息くらいは整えさせてやっとうぜ。第25柱市長ハーリッジ、シュラタイン市長、影を。すまない、取り逃がした。取り逃がした、じゃねえだろ。お前、生きる価値ないわ。
ここで死ぬか、今死ぬか、すぐ死ぬか、俺に殺されるか選べ。落ち着け、ハーリッジどういうことだ。どの精霊が血に潜って逃げやがった。俺も後を追ったが血の中だと相手の方が早すぎて俺では追いつけなかった。気配も大地と一体化してわからん。だからここに帰ってきた。わからないじゃないよね。上なんだからもっと考えれたはずだよね。できたはずだよね。僕が期待しすぎだったのかな。それで何の成果もなくのこのこ帰ってきたと。お前、わかってる。悪神教内のうちは揉め禁止という規定がなければ死んでいたぞ。なんだったら俺が事故に見せかけて殺してやろうか。簡単な話だ。今ここで抜ければいい。なら遠慮なく。怒りが湧くのはわかるが悪指令はまだ継続中だ。至急、地の精霊を探す。この国全土を探し、気配を見つけ次第、我々に知らせるのだ。次は逃がさない。仕方ねえ、俺っちがもう一肌脱いでやるか。ねえ、次はミスらないでよ。上にミスは許されないんだからさ。我は山を探す、お前は町を探すのだな。誰が猿の尻拭いなどするか、あの場所に居続けてやる。すまない。一番怒り狂っているのは俺だ、ハーリッジ。お前らの行動をこそこそ嗅ぎ回っていた地球防衛軍を昨日俺の悪試験で皆殺しにしたんだ。俺の悪試験、人体操作、で、全員に大量の爆弾を体に巻きつけさせた状態でな。この体ももちろん悪試験でいた別の体だ。ここまで俺は用意周到に準備したんだ。このことが防衛軍に渡れば隊長クラスが来るぞ。お前ごときで勝てるのか。さっさと探せ。防衛軍が戦力を揃える前に俺たちはここから離れなければならない。時間がないんだよ。すぐに探し出す。俺も再度動くか、面倒ごとを増やしやがって。失礼いたします。近くに来なさい。地球防衛軍第3部隊副隊長ラジウス、今ここに。天の江隊長、緊急の収集、何か問題が。今、私の姉さん、元第3隊長式霊華殿から悪神教が出没したと連絡が入った。悪神教、ここ最近になってよく耳にするようになりました。現地にて、霊華の娘、長女の月華が被害に遭ったらしい。式、月華、前年度のワールドチャンピオンシップバトルトーナメントで本戦1回戦で天の江隊長と当たった子ですか。ええ、身内ながら私も結構苦戦したわ。過去4回行われた大会で第2回からずっとベスト4に入り続ける、世界の3番手。福読隊長、式隊長、天の江隊長、この3人は完全なる三強と呼ばれているほどの圧倒的強者。式隊長のご子息様でも倒せない、となるとやはり。私たちが行くわよ。あなたも前年度の大会でベスト8に入った。前年度は隊長6名、元隊長である第6部隊の頭骨。あなたはそのメンバーと肩を張れる実力者。もう悪神教の司教クラスとも戦えるはずよ。ご期待にいただき、誠にありがたき幸せでございます。時間がないわ。場所はスイス。すぐに準備を。そう、結果は今のままだと危ないのね。わかった。私からいとこの放課に連絡しておくわ。そうね、こっちは夜ね。大丈夫。連絡ありがとうね、みんなも。悪神教。スイスに現れた。爆破テロも起こしている。何か大きなことを企んでるわね。精霊の殺害、一体何を。アルタ、アルタ、聞いた？聞きましたわ、ヨークさん。私たちは一度悪神教の司教を倒してるし、これは行った方が良いのでは。そうですな、ならロカさん、行きまろか。あなたたち、前にも言ったでしょ。悪神教は立ちが悪ければ隊長クラスでも手も足も出ずに即死する。そんな奴らなの。危ないことに首を突っ込むのはやめなさい。はい、行ってきます。ご夕飯は1週間後くらいでお願いします。そうね、おとなしく行ってらっしゃい。でこら。ロカ、アルタちゃん。もしもし姉様、姉様から連絡くれるなんて久しぶりね。ああ、こうか、ちょっと面倒なことが起きててあなたの方で対処して。ありがとうございました。動画は楽しんでいただけましたか？ぜひ気に入ってくれた人はチャンネル登録よろしくね。他にも再生リストで過去の動画を見やすくまとめているので、気になった人はぜひ見ていってね。ご主人、もう皆さんとお別れの時間です。
寂しいけど、次回の動画でまた会おうね。次回も私たちの動画をよろしくね。それでは次回も、楽しんでいてね。